どうも皆さん、おはようございます。スーペルベスギガプラントにつけたらマジで宇宙龍です。さあ本日はですね、スターブラストをまたね悪用していきたいと思っております。スターブラスト俺どんだけ悪用してるの、どれだけスターブラストで動画できたんでしょうか。コナミさん本当ありがとうございますと、言いたい私は、スターブラストで今日何していくかっていうとウィジャバンします。大好きな遊戯王界デュエルリンクス界一好きなデッキウィジャバンなんですけども、このウィジャバンというスキルでね、本日は何をしていくかっていうと、スターブラストでこのデウスエクスクローラーっていうマジでやべえモンスターを出して、でこいつのこの効果で制圧していきながら、ダークネクロフィアを墓地に送ってウィジャバンで勝つっていう、まあそれだけですね。もともとのギミックは令和のバクラっていう令和の闇聡君っていうデッキでねやっていた、ギミックを応用しておりますと。このデウスエクスクローラーがレベル9なんで、結構そのスターブラストと相性がいいと、まあ、割とバチコーンって、下げて2000以下にできるんですよ。このウィジャバンってリンクスの前のウィジャバンのスキルがねあってね、2000以下の場合にしか発動できないよっていう、そういうね制約があるんで、まあ、これを下げて、払って使っていくっていう。でこいつがやっぱりね強くて、リバースしてこのカードがモンスターゾーンに存在すると、相手のフィールドのモンスターが発動した効果全部無効化されるよっていう。これ丸2番ね、ほんと強いんだよね。めちゃくちゃ強い。で、丸1番も自分に強くて、裏側表示のこのカードを対象に、魔法トラップカードが発動すると、それを無効にして、こいつを表側にするっていう効果があるんで、結構魔導人とか、割とね、辺には強いですね、非常に。対象に取る、あとサンダーブレイクとか、ああいう、カードにはすごい強いです。はい。というわけで、早速ですね、デスの5文字をね、揃えていきたいと思います。俺どんだけウィジャバン好きなの。この1ヶ月でさ、ウィジャバンデッキ俺多分10個くらい作ってる気がするんだけど、それはもったら 2,3 個は作ってるわ。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあこれまあ悪くはないか。まあ悪くはないね。でカードキーセットエンド。まあ今のところ普通のクローラー外役普通のクローラー外役デッキ。なんかさ、クローラーってさ、リンクスなんか1回実装されたから全然強化来ないんだけどさ、これどういうデッキなんだろう。俺 OCG ではクローラーあんまり詳しくないんだよね。わかんないんだよね。なんかリンクモンスターが確か強いんだよな、クローラーって。なんかひたすらになんかリバース効果とかなんかえらい使ってなんか展開していくみたいなイメージだった気がするんだけども、黒い旋風来た。これなんかまあ底なしあるから多分結構強いね。ブラスト召喚効果、これは一回穴埋めでいいんじゃないかな。サーチ入んないしね、一回穴埋めていこう。で穴埋めてクローラーパイセン、これデウスエクスクローラー出したら意外といけるよね。効果は増できない。あでも千鳥とかに突破されるか。まあいいか、まあとりあえず出すだけ出すわね。グリア反転っていうかリバースからグリア効果、手札か墓地からクローラーモンスターを置いた特殊召喚できる。でこうしていく。でデウスエクスクローラーがリバースした、やつがこいつがいると、デントラルトもいいね。でカード1枚セットで、まあデウスの方だかな。デウスの方をリバースしといて、で発動したモンスター効果を無効にするよという効果。ですね、千鳥がちょっとめんどくさいかな、若干。千鳥が打点超えされんのか。千鳥気づかないでくれ、千鳥の存在に気づかないでだからライキリ出して、よっしゃあんなクソみたいなモンスター倒そうと思ってライキリを出すっていう選択肢を。いや白っこ入ってるやつ、白っこ入ってる、それ白っこマジくそ。底なし出てきたモンスターに底なしでも、まあ、ワンチャン良かったのかもしれないけどな。まあいいや。とりあえずですね、チューナーでもよかったかもしれないね。チューナーに底なしっていう、2体出させてチューナーっていうのでもよかったかもしれないけど、ちょっと一回そのサーチ入んのが少し嫌だったんだよね、最初に。ちょっと底なしのタイミングを若干ちょっとわからないっていう話がありましてちょっと僕ね、ブラックフェイザーデッキ自分でちょっと一切使わないんで、いつ底なし打ったらいいかちょっとよくわかんないんですよね。で、クリス、なるほど、クリス松村来た。さあ、松村からの、まあでもこれこうしたら3チューナーで飛んでるのかな、さすがに。はいはい、おろし、オッケー。おろしね、おろしか。おろしなんだ。へえ。おろしは意味わかんないな。何出てくるんだ俺。これ5か。だから6か。5。はあ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 。なるほど。5グラムなるほど。でグラムシンクロ召喚していく。グラムは OK、 全然問題ないよ。シロッコってレベル5ってさ、まあ、あ、そっか、あれか、シロッコで突破しようとしてんのか。打点集中させて。シロッコってね、場のね、あれなんですよ。まあ、おろしはまあ聞くわ。それはこれ突破しようとしてるんだ。これワンキルだ。ワンキルしようとしてるんだ。シロッコっていうのはそのフィールドのブラックレザーモンスターの打点分なんか集約するっていうことを持ってて、1体にこれでワンキルだと思ってるんでしょ。でゲイルの効果使って半分にしようとするじゃないですか。デウスエクスクローラーの効果で無効になるんですよ、それで。シロッコの効果を発動しようと思ってもまた無効になるんですよ、これ。これ、まあ、ワンチャンでシロッコの効果発動するでしょ。シロッコの効果発動してそれに集中しようとするけど無効になるんですよ。出たー、効果読もうな、テキスト読もうな、長いけどクローラー長すぎるんだよな。クローラーモンスターってね、長すぎるんですよ、本当に。効果が。で、ターン終了時、で、傀儡効果使っていく。で、反転して、クローラーデンドライト、はい。で、デンドライト、効果によってオロマンしていくんで、これでダークネクロフィアを落としていく。で、あと残り300ライフポイント。300ね。300。スターブラスト。なるほど。スターブラストいいね。500下げればいいんじゃないこれ。こんなの500下げちゃえばいいんじゃない。スターブラストで1下げて、1だけ下げる。1だけ下げて、ねえ、スターブラストの間違った使い方。ねえ、スキル発動はイジャバンだで、クローラークリアをデッキに戻して、デンドライトをこうしておきましょう。で、ターン終了。さあ、貴様の命はあと5ターン。勝手にシロッコでワンキルできると思って展開してしまったがゆえに、貴様のフィールドは固まってしまったようだな。ブラックフェザードラゴン出せるのか。ブラックフェザードラゴン出したとしても多分ね、シンクロ召喚ってそんな簡単に3000超えることできないんだよね。まあそれはいいわ。それは全く問題ない。で、クローラーデンドライトのモンスター効果を発動。これでデウスかなんかを置いとけばいいんじゃないか。なんでデウスだな、これ。デウス置いとけよ。デウス置いといて、まあ、グリア引いたら、まあ、デウス2体目っていうパターンができるから。よしよしよし、盤面勝手に積んでいった相手は、なんか効果を読まなかったから勝手に積んでいった。勝手に積んでバット。ですね、裏返るこれ、セットしないが正解ですね、これ。多分。これ多分、戻しちゃうと、これ強制なんですよ。相手フィールド上の、強制じゃねえよ。発動できる。まあ、いいか。セットする必要ねえな。多分あんまり裏返るの効果発動しなくても多分勝てるんで、これあとはもうひたすらにターンエンドするお仕事っていうだけですね。グリアが来た場合だけは、グリアセットして傀儡効果使って、グリア効果でデウスを釣るっていう動きしますけど、それ以外は多分ね、何もしなくても勝てる。これ魔衝動ですね、 OCG でいうとこの今のところ実質なんかちょっと若干魔衝動チックなロックをかけていく。さあ、モンスター効果を実際発動できていないため、この3000という守備力を超えることができない。さあ、これは厳しいです、海馬社長。効果を読んでいなかったがために詰んでしまいました、盤面が。効果を読みましょうね、モンスター効果を。デウスエクスクローラーの効果めちゃくちゃ高くて超めんどくさいですけど、読むの読みましょう、ぜひ。さあ、ターン終了しかやることがない。これは厳しい。デンドライトいらない。グリア早く来てくれ。グリアよ、早く来てくれ。さあ、傀儡の効果を使い、表側表示でデンドライトを押して、デンドライトが反転召喚じゃなくてリバースで、リバース効果もう一回デウスを落として、そしてこれでターンを終了していく。さあ、お前の命はあと2ターンだ。さあ、命乞いでもするんだな、会話。闇サトシ君の力はこんなもんじゃないぞ。バトルフェーズいいだろう。まあ、その600はいいわ。それは別にどうでもいい。くそどうでもいい。オッケー。あとは、まあ、ブラックバードクローズですね。注意しないといけないのは。あれがめんどくさいですけど。はいはい、来た。で、カード1枚セットして、で、ノーシターンエンド。さあ、残り、あと1ターンだ。あと1枚。あと1枚。あと1枚。ガイバー、サレンダーでもしたらどうだ。5文字揃っちゃうぞ。いいのか。5枚揃っちゃうぞ。ゴズミックサイキも今更打ったところで遅いんじゃないか。そんなカードは、そんなカードを今更打ったところで遅いんじゃないか。まあ、そのぐらいは許してやろう。さあ、勝手に積んでいる海馬社長、圧倒的にワンキルできると思ったらできなくて死んでいく男の姿をご覧ください。 DEATH 対戦ありがとうございました。長えんだよなこのデッキ、マジで長い。ほんとに疲れた。もうやめたいこの撮影。ほんとに疲れたこのデッキ。クソ疲れるマジで。もうね、1試合20分とかやるからね、クソ疲れんだよね。実況してそれでさ、うまく決まんなくてさ、負けるとかさ、すげえあるからさ、めちゃくちゃめんどいんだよこのデッキ。やめていいか。なるほど。まあでも言うてね、僕ウィジャバン好きなんですよね。ウィジャバンってなんか好きなんですよね。わかります。そう、なんかなんだろうな、その特殊勝利の中でもやっぱり難しい部類だと思うんですよ、ウィジャバンって。やっぱ5ターンとかその耐えないといけないんで、そういうのがなんかなんていうのかな、そのネタデッカーの心をくすぐるっていうんですか。やっぱね、なんかね、魅力あるんだよな。魅力あるんですよ。コズミックサイクロンはきつい。いや、魅力あるで、ウィジャバンって。なんかね、人を虜にする、実況者を虜にしてしまう、なんだろうな、とこあるんですよ。で、デンドライト OK。デンドライト効果。これはデウス。一回デウスですね。デウスは、デウスはこれってさ、デウスってさ、これあれだよね、キメラフレッシャーの効果も無効になるよね。こいつって表側の攻撃してきたあれなんですよね。モンスターの打点なんか下げるみたいな効果なんで、攻撃してきたかするかどっちかがで、プラクティスしていくで、近似の出ていく。さあ、無限キメラフレッシャー地獄か。これは無限ラフレシア地獄来るかで、なるほど、強いね。さあ、無限ラフレシア地獄来るで、金字効果で、キメラフレシア2体目ですよね。だからね、これね、多分ね、いけんだよ。これね、グリアの効果で、とりあえずデウスこうするでしょ。で、デウスこうして、で、デウス突破できないと思うんだよな、キメラフレシアって、多分。あ、そんな効果あんのそれ。知らなかった。まあいいや。それはどうでもよくて、召喚師アレイスターはまだいいかな。まあまあ出さなくてもいいですかね。召喚師アレイスターはいつ出すかな。まあ、突破、あ、なかったくれるのありがとう。これデウスエクスクローラー、なんか超強いカード引いたわ。で、カード1枚セット。あ、そういうことしちゃう？そういうことしちゃうんだったら結構強いね。これクローラーデンドライトセットね。で、ターン終了していく。それだとすると、そのデウスエクスクローラーの効果で発動する効果は一切無効になるんで、これキメラクレシアの効果は無効になる。無効になる。はい。突破できない。てか、これシンプルに相手効果読んでないから、これなんか相手死にそう。なんか分断で。なんか分断で死にそう。シンプルに。なんか、はい。で、それも無効になっていく。これ分断で死ぬんじゃねえこれ普通に。2000でしょ。最強カードきたで、1回スターブラスト発動していくで、2000ライフポイントを支払いまして、でデウスエクスクローラーのレベル下げた上でカードを召喚して、でアレイスター効果を発動しで、だとりあえず闇属性いるから、これはこっちでいい。カリギュラ出せる。さあ、アレスターと相手の、まあ、どっちもいいか、金次郎で、カリギュラ出していくで、召喚獣カリギュラは1ターンに1度しかモンスター効果を発動できないし、相手は1体でしか攻撃できないというかいうクソ害悪効果を持っている。これアレイスター投げたら絶対勝てるよ。相手の打点ウィジャバンからの、さあ、あとは残り5ターン。さあ、残り5ターンの命だ。さあ、金次郎の効果を使ってみな。金次郎の効果発動できねえからよ。さあ、来い。バトル。なるほど、無限に殴ってくるなあいつで、分断の壁だー。残念だったな。勝っちゃう、やばい、勝っちゃう、違うんだよ。そういう勝ち方したいんじゃないんだ俺。そういう勝ち方をしたいんじゃないんだ。召喚師アレイスターの効果、もう一回カリギュラ出していこう。ね、カリギュラ出していく。で、フィールド上のアレイスターと、相手の墓地のコーディセックスで、カリギュラ2体目出していく。スーパー外役盤面、モンスター効果1回しか発動できないとかいうモンスターが2体いる。プラス、1体でしか攻撃できないとかいうモンスターも2体いる。で、なんか発動する効果を向こう。殴れば勝ちだけどね。実際。さっきの部分でも融合の使いなんだけど。さっきの部分でもあれだし。なんかアレイスター投げたら勝ったし。融合は、はいはい、発動。融合発動。で、キメラクレシアからのキメラクレシア。殴らないでしょまさか。殴んないよね。アレイスター見えてるよ。こいつなんだよマジで。脳死すぎんだよ先方が。ふざけんなよ。こういうことじゃないんだよ。脳死先方すぎないこの人。それがいつもの俺か。さあお相手の方、万丈明大先生、よろしくお願いします。様へなるほど。これ召喚アレイスター引かないとダメだね。ダークネクロフィア引いちゃうとすげえめんどくさいこと起きるんですよ。結構。これ9だから、2500ですね。2500減らして、デウスエクスクローラーセット。これね、引いちゃうのクソ弱いんだよね。ネクロフィアはデッキから墓地に落としたいカードなんで、引いちゃうとほんとアレイスター引かないと墓地送れないんですよ。それがかなりめんどくさいですね。1枚しか入ってないんだが、普通に引いていく。さあ、モンスターをセット。なるほど。泥。あ、そこなし、まあでも悪くはないね。悪くはない。セットする人あるか。まあ一応あるか。セット。で、カード1枚セット。で、反転するのはちょっときついね。で、ターン終了。一応、デウスって対象に取られると、リバースしてそのカードを無効にするっていう効果を持ってるんで、アマテラスみたいな感じでね、リバースしてくるんですよね。だから結構ね、そこそこ強いです。そのリバース効果。リバース効果っていうかなんだろうな。対象に取られた場合の効果。あ、カラクリ、なるほど。カラクリか。で、カラクリクラ。はい、なるほど。で、カラクリクラの効果でカラクリモンスターをサーチしていく。さあ、ニニシ来た。さあ、ニニシはちょっとやばい。ニニシ。あー、それちょっとやばいね。それちょっとやばいけど。あ、やべ！これそらしたらダメか。あー、これやったな、これ。これブラックローズ入ってたらやばい。あー、そっちか。オッケー。まあ、そっちはまだいいか。対象に取られたら一応無効にできるんで、なんかまだいいんじゃないかな。そんなに困んないな。別に。そんなに困らんな。で、発動する効果でしょ、あれ。だから多分、対象に取られて、縦にしてくるっていうのであれば、デウスエクスクローラーの効果でリバースして、無効にできるんで、まだね、多分ね、これね、やんなくていいんだよね。で、ニニシの効果で、それ、ブラのここでしないよな、さすがに多分。これ、スルーでいいんじゃないこれ、なんか出さしてよ、いいや。なんか、出させよ。多分ね、これ出さしていける。多分、これは。それはいい。で、ブレイもいい。別に。突破できないから、今。温存しよう。どうせ突破できない。カラクリでは。この盤面を。はい。あ、オッケー、大丈夫だ。突破できないと思う、多分。カラクリことがあったらきついけどね。で、スターブラスト。はい。スターブラストね。行けお邪魔。あ、なるほど。ブレイ。あ。ちょっと待って。うそやん。マジ？それマジ？